はい、今日は4月の11日、現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、見張り番東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ、いろいろ新聞報道によりますとね、緊急この警戒令は発動されたが、国民に対するさまざまな保障ですね、これどうも雲行きが怪しいですね。東京ね、私たちのね、日本国において東京一番黒字のね、大都会、知事がね、地方自治体の長が政府より先にね、さまざまなね、営業するところとね、休業を求めるところをね、選出して、あれどちらがね、政府ですかね。もう現在の安倍総理のこの政府っていうのは崩壊してるんではないでしょうかね。と言いますのは、安倍総理の発言一つにとってもね、どうも政治家より官僚の方がね、もう上になっているんじゃないかな、そう思いませんか。ちょっと異常な国になっているんじゃないかなと思われますね。要するに今の安倍総理のさまざまなね、要請についてはね、都道府県の地方人のね、長がね、この方がそうであるように、今日朝ちらっとね見たんですけども、どうもこの日本国の方があやふやなね、こういう緊急事態の時にはあやふやな法律しかできていなかったということがこの度暴露されてきたのではありませんかね。現在私たちのね、この愛国者と言われるね、団体の人たち、そして思想主義を持った人たちね、歴史を勉強して、そしてそれにね、重んじた行動を行う愛国者ですね。この民族派と言われる私たち日本民族精神を継承する活動をしてきた者にとってはね、現在の日本国憲法ですね、私がいつも言っているように日本国憲法であって日本国憲法ではないんですね。まやかしの傀儡の私たちの日本民族精神を解体するためにね、アメリカがたったね、20日間で作ったこのような法律を交渉大事にね、75年間もそのようなもとにね、学校教育基本法からね、変えられてね、愛国心ね、大和魂、日本民族精神ね、日本人の精神を解体せしめるようなね、二度とアメリカに逆らうことのできないような、そして国会を作ってもこの法律を勝手に変えられるような、このような法律をね、交渉大臣に75年間も押し付けられて、そして平和だ、自由だ、人権だ、平等だとね、このまやかし傀儡の法律をね、守ってきていて、いざこのような全世界がね、警戒令を引くね、これは戦争だ、コロナウイルスの戦争だと言ってね、罰則のあるね、警戒令を引いているほとんどのね、国がそうですね。しかし私たちの日本国ね、これなぜかわかりますか、ね、つまりね、天皇尊皇主義で私たちがやってね、来た活動においてね、
どこまで行っても私たちの日本民族、ね、この歴史を紐解いて、ね、勉強したときに、総理大臣には誰がなれても、ね、戦国の時代からそうですね、源頼朝、平家の平清盛、ね、この時代から、ね、戦国時代と言われたその時から、大将にはなれても、天皇陛下にはなれない。それはなぜか。ね。私たちの日本国にはね、このような、ね、この前ちょっとお話ししましたね。本当にね、神の国、神国ですね。言われる。今、オリンピックの、ね、委員会の長であらせられる、この、ね、森喜朗、ね、元総理大臣ですね。短い総理大臣ではありましたがね、この人物も歴史をね、勉強せずに総理大臣になって、そのなる前に、ね、神の国発言ありましたね。覚えておられますか？ね、この神の国発言、我が日本国は、日本国と言われましたね。日本国は神の国や、どっかのね、壇上からそのような発言されたと。ね、八百万の神がおる、ね、神の国や、と言ったために、マスコミから、ね、徹底的にバッシングを受けて叩かれて、すぐに、ね、出現した。取り消しましたね。このね、歴史を勉強しないがためにね、そのような発言したときに、すぐマスコミに何か言われたら取り消した。ね。本当に私たちの日本国は神の国。ね。2680年というね、この全世界に類を見ないね、類のない、ね、こんばんは。ね、このような私たちの日本国において、ね、新国と言われますね。そして47都道府県、ね、神社のない、ね、神社の祠のないような、ね、神が祀られていないというような都道府県がどこかにありますか？ね、どこの町に行っても、どのような村に行っても、小さな、ね、村に行っても、過疎化した村に行っても、必ず神社か祠か、ね、そして道端にはね、お地蔵尊がありますね。そして、ね、ざっと20万宗教あると言われていますね、日本国には。現在ですよ、宗教法人、20万からの宗教法人がある。ね、全世界のね、一つ、二つしかない国は必ずありますね。しかし、私たちの日本国には、ね、宗教団体が20万団体あると言われているんですね。これが神の国で、ね、国でないと言えますか？ね、この神の国、ね、国づくりの歴史、ね、要するに神話ですね。この神話からして物語とは言いませんね。神話、神の話、語る、ね、と書きますね。どのようにして、ね、この日本国ができたか、ね、よく言われる。それはおとぎ話だ。そのおとぎ話の、ね、神髄が、ね、私たちが、ね、2680年、ね、現在、ね、そのような歴代ね、全世界に類を見ない、ね、このような長い歴史を持ったね、この日本国においてね、大東亜大戦に敗戦したために、ね、75年前にアメリカが作った、ね、この日本国憲法、だからダメなんですよ。
私たちの民族にはね、日本民族には日本国憲法が必要なんですね。日本国憲法ね、この日本と言い出したのは民主党政権の時ですね。漢文でね、辞書辞典を見てくださいね。どこに にあの日ね、日と日としか書いてないはずですね。音読む国名でね、どこにに、と書いてますか。日、日ですね。ですから、これをね、あやふやにしたのが、ね、私たち、日本人の精神まであやふやにしているんじゃないかな。そして現在ね、このコロナウイルスにおいてね、安倍総理が連日、様々なね、要請していますがね、東京都の方がね、国体になっているんじゃないかな。あの小池ね、知事の言われることが、国国よりも一歩進んで物事はされているんじゃないかな。そうでしょう？ね。企業を止めるには当然保証しなければならない。ね。そして生活ができない国民には生活のできるようにしてやらなければならない。ね。この国会議員の連中らが選挙の時、そして大義は何ですか？国民の財産と命を守り、安全で安心できる街づくりに努めてまいります。これが国会議員の最たる選挙公約ではありませんかね。しかし、会社は休め、保証はしない。会社が潰れても知ったこっちゃない。ね、それが今の政府のやっているのことではないですか。ね、これはね、私たちね、金権主義の中、資本主義の中にいて、そして政治家が一番に、ね、私が何回もこのね、最近言ってますね、4月の1日の新聞ご覧になられましたか。ね、この国会議員、ね、政党助成金、給料以外に、ね、すべての政党に、ね、自由民主党だけ、ね、全体で317億円ですよ。国民が払った、その、税金を、国民のために予算を審議する前にですよ。もう政治家が317億円、ね、先取りして、ね、私がいつも言いますね。先にテーブルの上に、ね、1兆円の金が乗っていたら、政治家は何もしないうちに、自由民主党、公明党、維新の会、ね、民主党、国民民主党、立憲民主党、このようなところが、うちは何億円、うちは何十億円、うちは何百億円。先取りして、残ったもので、ね、行政、国民のための行政を行うために、当然、金が足らなくなりますね。今回のコロナウイルスは、1月末には、ね、この私たち日本国にも、あの、ダイヤモンドフェリーなんとかいうね、あれ、着岸したときに、ね、大変なことになると、騒いでいた。それから2月、3月ですよ。ね、2ヶ月半経って、ね、年度切り替えになって、ね、令和2年になった途端に、新聞の一面に出たのは、党助成金317億円。ね、わけわけの記事が載っていますね。国会議員、ね、これから国民が大変な時代になって、社会になっていく。ね、特効薬のない、作れる見込みもない。1年かかるか2年かかるか。ね、それを1ヶ月間と言って、安倍総理は、ね、誰の言葉を信じてね、1ヶ月間、
5月6日まで自粛警戒令を発令して、ね、当然、ね、東京のような、ね、集中的大企業、日本の一流企業が集中していますから、本社が全て東京にありますから、ね、黒字の東京都であればね、知事が、この企業は休んでもいい、ここを休んでください、ね、その代わりに、このように100万円、50万円を保証します、ね、このように、地方の、ね、知事、その人たちがね、はっきりと物事を言っているのに、現在の政府の総理大臣の発言は何かね、このもう目が泳いどると思いませんか？何かをね、恐れて、ね、これは大変だ。だからあのようなね、いくら記者会見やっても、ね、決断力がないのは、二世、三世のね、連中らは、ね、本当のね、苦しみなんかは、国民の苦しみなんかはね、一切わかるはずがないんですね。つまり、国会議員になって一期生、ね、あの、なんとかいう、ね、若い、なんじゃら大蔵、ね、あれが当選した時に何を言いました？早く料亭に行ってみたい。ね。このような、ね、国会議員ですよ。ね。その自分、それ以前からですね、現在のね、三権分立、司法立法行政がね、もう、ね、癒着して、ね、何が立法で、何が行政で、ね、そのような司法でというのは、もうわからなくなっている、今の国会議員そうですね。しかし、それで、これはね、長年の75年間の義務教育に侵されてきたんですね。私たち、日本国、日本人が。ね。ですから、個人主義、ね。これ、自由人権、平等、平和だ。これをね、呪文のように学校で教えてきた、この日教組、全教組の学校の教師らの教育によって、ね。私たち愛国者の人たちが、ね、先祖先輩が、日本国は外国に潰されるのではなく、現在戦後教育の学校教育によって、日本の国民の心から潰れていくと危惧されていたんですね。その通りになっているんではないでしょうかね。それは、ね、自由主義が、ね、基本的な自由主義というのを教えてもらえなかったために、ね、自分さえ良ければ良いというね、これだけが、ね、そして金持った者が勝ちだという精神ですね。私たちがね、幼少の頃そうではありませんでしたね。日本人、あの終戦、ね、20年8月15日、それを境にね、私たち日本人ね、お親父、おふくろ、おじい、おばあ、どのような苦労をしてきたことか、ね、私のような70歳代の人たちはみんなそれを見てきていると思いますね。そしてみんなあの焼け野原、ね、なったところから、たった19年で、全世界に誇るオリンピックをやった。今回のオリンピックって何ですか？ね。このね、金権主義になっている時のオリンピックなど、ね、まして、今ね、私がいつも言いますように、このコロナウイルスというのは、全世界にね、今衝撃が走っているわけなんですね。そして、民族の中で、どの国が生き延びていけるかな？ね。そして、しっかりしたその国の経済、どこが一番先に立ち直ることができるかな？ね。そのような考えさえも今現実ではね、対処することについて、で、
回答するだけであってね、1ヶ月先2ヶ月先にどうするというねことを今の政治家なんか一切誰も発言しませんね。あの再生経済担当西村大臣にしてもそうですね。表に今一番出てこられていますね。しかしね、自分の意見がはっきりと言えないわけなんですね。なぜならば総理大臣ね、閣議決定されていないね、国民に対して企業に対してそして保証するね、一番最初どうでしたか。国民一人一人に10万円ずつね、そして今度は数字だけ国民に31世帯に30万円ね出すところが限定して、なかなかそれがねあやふやになって決まっていっていないね。そして会社には休め、まだ大阪の吉村知事はね、休む要請はしても保証はできない、はっきりと言ってますね。ところが国会のね、今安倍総理は30万円をね配布します、言葉だけはいいですね。ならば企業はどうするんですかって言うと何にも返事しませんね。手続きがどうだ、何がどうだね、これそのようにしてる時に、あの東京都知事の小池ね知事はね、もう自分でね、これとこれとこれ、この店はね自粛してくださいと、休んでください、こことここはね営業してもいいですよ、その代わり休んだところにはいくらの保証をさせていただきます、たとえね100万がね、1000万が100万になろうがね、1億が100万になろうが50万になろうが、あのようにしてちゃんとね自分で責任を持って発言されるわけなんですね。そして吉村、大阪の吉村知事などはね、保証はできませんと、貧乏でね、ようやくね、だん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 借金した分を返していっとる時にそのような余裕はありませんね。当然そうでしょね、地方から全ての税金を取り上げてね、国がそれをやっている。私が今ね調査をしている河川のね、この助成金補助金などね、今まで何兆円というね金をね、整備もせずに、河川敷の整備もせずにね、食い潰してきていることが私のここ3ヶ月間の調査で分かってきてるんですね。そのような中においてね、今の国の政治というのはね、今国民の皆さん、市民の皆さん、これがね本当のね日本の姿なんですよね。企業もね、仕事もね、商売もね、本当にゼロね、何をしてもダメだと言われても食べなければ生きていかれませんね、人間というものは。そうでしょね、このようにしてね、食べることをまずどのようにしてね、食料ね、家に閉じこもっていたらね、当然おやつもいるし、子供おったらね、そして食べるものいくら節約しても、今までね贅沢をすることに慣れてきたね、私たち日本人ね、子供たちに辛抱せというね、いくら言ったところでね、我慢ということを教えてきておりませんね、最近の子供たちには。さあ子供たちがね、来月から学校が始まると、誰がねこれはっきりと断言できますかね。この学校の教育でね、全て学校閉鎖したこの子供たち、二月も三月も遊んでね、ちっちゃい時ならいいですよ、保育園とか幼稚園ならね、学校行くとはいつも学校は勉強するものだ、勉強するところだということをね、
小さい頃から学校と幼稚園は違うっていうことを認識して学校に入りますね。しかし学校に入って小学1年生、2年生、3年生、ね、5年、6年になって、ね、学校が1ヶ月も2ヶ月も、ね、夏休みとか春休みと意外に休みになったら、ね、さあ、学校が始まって即座にね、勉強というね、このような切り替えがね、果たしてできると思われるんでしょうかね。ですから私は言うように、今、原点、ね、ゼロからマイナスですね。本当に、スタートなんですね。そして、昨日、電話で話していたら、ね、梅田で、ね、知り合いがお店やっとったとこもね、もう、休み、休業にしました、と言って話しておりましたね。そのようにしてね、人が出たらダメだ、ね、店を開けても何時から何時までお酒をね、出したらダメだ。ね、このようなね、中途半端な、ね、そのようなことを決めて、警戒令っていうのをね、安倍総理はね、出さないんですね。ならば自分に降りかかるね、後の保証ですね。計算がね、成り立たないぐらいね、自分でね、去年まで外国に行ってお金をばらまいてきているんですね。そうした場合に官僚にね、安倍総理、これ以上ね、日本の蓄えはありませんよ。ね、ですから保証すると言ってもね、お金を作らなければね、ここに大きな問題が出てきますよ。これを言われているから、ね、一律の、ね、会社、そして47都道府県に、一律の最高の、この緊急ね、事例が出せない。ね、ですからね、2世3世の連中らは、小さい頃から、美味しいもの食べて、ね、楽に、ね、坊ちゃん坊ちゃんと言われて、ね、かぼちゃの坊ちゃんと言われて育っているために、いざこのような緊急な時になった時にね、何の判断力もないのではないかな、そう思いませんか。ね、その裏でね、私利私欲に走ってきてね、政党助成金4月の1日に国民がこれから大変なね、生活を強いられている時に317億円も先取りして、ね、そして年間1人5000万円、800人からいる国会議員、ね、そしてここに、ね、東京には30万人からの国会に関わる、議員に関わる、それに関わるね、公民がいる、ね、そういう連中らがすべて、ね、税金をせしめて、何の苦労もないと思いますね。その連中らは家にこもっていても。しかし、ね、町工場、この東大阪でも、ね、中小企業の町と言われるところは、日給月給ですね。1日1万円なら、休んだら1円もならない。ね、そういうところ休んで、ね、さあ、1ヶ月、ね、本当に、ね、キリキリ前で生活していたとこなんかは、どのようにするんかな？ね、そう思いませんか？このような中においてね、自分たちの国のあり方、本当に今の政治家は考えてくれているんかな？ね、言ったところで、ね、毎日同じようなことをテレビやマスコミで垂れ流しているけども、まずね、自分の命は自分で守り、家族の命も、家族で守ることをね、一番に、今が、この状態がいつまで続くか分かりませんっていうね、家族でね、一度しっかりとね、考える時が来ているんじゃないでしょうかね。さあ、これね、一度切れます。ね、続けてライブを行いますので、そのままご清聴くださいね。と言いますのはね、今日、